ある年の暮れのことです。じいさまはすげ傘を売って、そのお金で正月の餅を買おうと町まで出かけました。道端に雪をかぶった地蔵様がおりました。お地蔵様も寒かろうと、すげ傘かぶせてあげました。最後の方には手ぬぐいを優しく帰って、その話をすると、ばあさまは、そらええことをなさいましたと喜びました。その夜のこと、どこからか不思議な歌が聞こえてきました。よい朝こらしょうどこいしょう、じいさまのうちはどこかいない。